1948年、弟子河原宗風は、日本の芸術家。池罠宗月流の創始者。1927年宗月流を創立。弟子河原霞、弟子河原博士の父。現在の家元、弟子河原茜の祖父。宗月は、弟子河原家の家紋、根沙さに、三日月に由来する。1928年5月5日から7日、東京銀座線引き屋で、 1> 第1回草月露花展を開催。主婦の友1929年1月に廃物利用の火器に持った庶民的け花を発表。け花において斬新な手法を多く提供し、花のピカソと呼ばれた等で総称賛された。既存の稼働の世界において重要な方を否定、自由なけ花を提唱したため一端視された。しかし1957年、 フランスから来日した前衛芸術の評論家、ミシェル・タピエが総風の作品を絶賛し世界に紹介したことにより、国際的な評価が高まるとともに、日本でも認知されるようになる。1959年のバルセロナ古典に感激したサルバドール・ダリに自宅に招かれ、流木のオブジェを制作し、柔和な表情のダリと談笑する映像が残されている。1966年には、 ミロ展のために来日したミロ夫妻が創月会館に来訪した。イケバナは生きている彫刻であると提言する総風は日本のイケバナを世界に発信した第一人者と言える。戦後、マッカーサー原水夫人をはじめ米軍商工夫人にイケバナを指導。1952年ニューヨーク古典をはじめ世界各国で展覧会やデモンストレーションを精力的に行った。 デモンストレーションは、創月流特有のもので、観客側を正面として、観客に向かい作品の背後から手探りで行けてゆく、後ろ池によって行われる。1960年、フランスの芸術文化勲章。1961年には、レジオンドヌール勲章。1962年には、芸術戦争を受賞。創作は池罠にとどまらず、彫刻、絵画、書にもわたる。 映画、切腹や、階段では大事を手掛けている。1953年、抽象と幻想をに、鉄のモビール作品、群れを出品。もしこの世の中に、植物が一つもなかったとしたらどうだろう。どっちを見ても花はない。そういう時私たちは、一体何を生けるだろう。私は、そこに、石があったら石、もしくは土があったら、土を生けるだろうという発言があり、 著書、家電書にも記されている。花が手に入りにくい時代にも、あらゆる素材で作品を手掛けた。宗風の言葉、花は、いけたら、花でなくなるのだ。行けたら、花は、人になるのだ。は、花が、いけ花の作品となった時に、作り手の人となりをあらわにするものであることを、表している。手原風 創月五十足部分創月流家元継少年2009年2月15日、創夫婦人、弟子河原陽満が105歳で他界した。ありがとうございます。